ちは。こんにちは。元気ないの？いやいや元気です本当に本当に。はい。さあ前回に続いて今度ピッチャー。はいピッチャー。ねピッチャー。ピッチャータイトル部いくつあるか知ってますか？4つ。はい。最多勝。防御率。勝率。奪三振。奪三振ね。ああ4つ。はい。ね。はい。でセリーグから、1,2,3 を上げていくと今永、大野、ジョンソン、山口、巨人ね。はい、はい、まあ西までいけるなこれ2点台だから。うん。で防御率は今永、大野、雄大、ジョンソン、山口、西ってなってるけど、はい、俺がまあ今永が 2.48ね、素晴らしい数字ですよ、はい、3点取れば勝てるっていうこと。あで大野雄大が 2.72、はい、で、まあ、ジョンソンが 2.82 山口 97 西。これで一番有利なのは、はい、俺は思うに大野雄大だと思うんだよね。なんでなんですか？なんでか分かる？分かんないです。名古屋ドームが本拠地なんだよ、はい、名古屋ドームって広いでしょ。ホームランの確率が低いんだよ。ああ、なるほど。ということは、まあ、ヒットで連打連打連打って打たれるようなピッチャーが、はいはい、防御率がこの上位5人には多分あんまり入らないんだよ。はい。でも どっか痛いところで一発食らったとかさ。でもその確率が一番低いのは大野雄大なの。ああ、なるほど。だからチャンスがあるとしたら大野雄大が一番その利点を持ってると。はい。でもそれを活かせるかどうかだよね。奪三振今永147、大野雄大125、まあ、山口が145、まあ大体今永と山口の一騎打ちになってくるね、うん、で今永はこの前完封したんだけど春先よりまあ三振だって奪取率が低いね、うん、で山口は三振取ろうと思って取れる、はい、落とすボールもあるし、まあ今永もないことはないけど、はい、でもここら辺はやっぱ面白い勝負になってくるね。これ奪三振率っていうのも山口がトップ 10.05、 10.05、 今永が 9.59、 まあそんなに変わらないけど、はい、そうだな、直接対決が結構残ってんだよね、 DeNA と巨人は。はい、だからまあそこら辺で、巨人のバッターがそんなに簡単に三振するかというと、はい、なんか食らいついてきそうだもんね。まあそうですよね。うん、で、DeNA の方がどちらかというと三振を取れる、はい、取りやすいバッターが多い。その代わり破壊力もあるけど。だからそういう意味では、やっぱり山口が可能性があるね、これ。あと何試合投げるか、そのタイトルに、はい、やっぱ気が行くか、うん、それによっても気が向くか、はい、それによっても違うし、まあ、例えばクライマックスシリーズが決まりました、はい、もうシーズンは投げませんってなってくるともうこのタイトル争いっていうのは全然行方が分からなくなるんだけど、うん、だけどまあそうだね、まあ、山口が有利っちゃ有利、防御率は大野雄大が有利っちゃ有利、勝率、勝率わかんねえや。勝率は山口だな。ああすごいなこれ。すごいですね。いや12勝2敗だもん。え、すごい。これ何がすごいかっていうと、はい、負けてないのもすごいけど、はい、12-2は10です。できましたね。いや、はい、これは、はい、10個の貯金をチームにもたらしてるっていうことなんだ。はい、わかる。はい、1人で、まあ、1人っていうか野手も打ってくれてないと、まあまあ、この数字にはなんないけど、はい、だけどそういう意味ではすごいね、この 10勝2敗。いや素晴らしい、ね、今永は11勝5敗あだ6つしかないよね。なるほどね、うん、だから10個もたらしてるっていうのはやっぱすごいよね。確かに大したもんだよ。だからまあそういう意味ではまあ防御率は今永に頑張ってほしいけど、シチュエーションとしたら、はい、大野雄大がすごくチャンスがあるという、うん、今年ね
その代わりゼロに抑えなきゃいけないんだけどさ、そうです、ね、まあ抑えてるからなあいつ結構。でもあの球場的に言えば、はい、あのまあ今5位かな、5位ぐらいにいるし、まあまあ有利かなっていう、うんうん、今なんか頑張れでもね、そうですね、うん、頑張りましょう。で奪三振が、まあ、山口が今有利っちゃ有利だけど今なんか頑張れ、まあ今トップだけどね現時点で、でも2個差だもん、同時に取れよでも勝率から、はい、なんだっけ、勝率じゃない、あ勝率か、勝率でいいのかは、まあ、山口だね、これは決まりだな、うん、これは大体決まってるような感じがするね。はい、パ・リーグ、パ・リーグはこれはすごいよお前、山本知ってる、オリックスの右ピッチャー、まだ20歳ぐらいかな、え、まだプロ2年目ぐらいですか、2年目、2年目ぐらいかな、3年目、いや、こうすごいピッチャーだよ。でもタイトルないな、これ。あ、ないんですか。いや、投球 回数が117回、はい、現時点では達してるんだけど、これ試合数と同じ回を投げなきゃいけないんだ、140、あ、今年の話し合いかな、143回、144ぐらい投げなきゃいけない、はい、で、やっと規定投球回数になる、はい、でもこれ怪我してるから、はい、全部のタイトルがパーになる可能性があるね。で、その中で2位につけてるのが有原、まあ、有原が 2.40、 山本が 1.84 だよ。2点取ったら勝てるんだよ。確かに2点取ったら勝てるんだけど、6勝4敗ってどういう計算どこまで打たないんやって話やろそうですね、うん、どこまで足引っ張ってくれてんねんって話やん、これ。でもそうだな、有原が12勝6敗、いやこれいいよねやっぱりね、うん、で千賀がいるんだけど、この前9失点があったね、1イニング休止、千賀がみたいな、バカスカった。でも今年やっぱ有原もいいしね、はい、なんか防御率は有原が取りそうだ。奪三振千賀177、ダントツです。有原が133、ダントツ。これはもう奪三振ダントツですね、奪三振は千賀が取るな、これな。確かにあのフォーク打てへんっすよね、はい、で最多勝、あれ俺セリーグ最多勝言った、言ってないです、言ったらよね、はい、最多勝は今永と山口が同数で取る、うーん、14が希望希望それ山口の方が有利だけどね、はい、有利だけど、まあ1勝の差だけどね、11勝と12勝だからね。で、パ・リーグ最多勝が、まあ、有原と千賀の一騎打ちなんだけど、有原だな、うん、これソフトバンクがおそらく、はい、うん、優勝を決めるとしたら、はい、千賀はちょっと休ますでしょ、あクライマックスシリーズに向けて。確かに。でタイトルが全然取れないかといったら、奪三振のタイトル取れるから、はい、だからそこまでもう欲はかかないと思うんだよね、クライマックスでもう万全に出てくるということを考えると、はい、あんまりこう社員に投げてくるっていう、まあ本当に僅差で3イニング抑えたら逆転するって言ったら投げに来ると思うけど、はい、有原もやっぱこう結構 2.40 と 2.96 だっけ、まあまあの差があるからね、だからそういう意味ではこう温存すると。だから勝ち星も、まあ、今11勝、あといくつ積み重ねるかだけども、はい、有原が12勝、まあこれが有利だな、うん、まあそういうことで、で勝率はね、山岡9勝3敗、オリックス、うん、でも三馬が7割、まあ山岡に取らせてあげたいね、オリックスの開幕投手でさ、はい、背はちっちゃいんだよ、70ちょっとぐらいしかないんだよ。でもオーバースローからさ、はい、気持ちのいいボール投げるというかさ、だからまあこういう選手にとって自信をつけて、オリックスの浮上のきっかけにしてほしいよね、はい、で山本も堂々と1点台の防御率を誇ってるけど、まあおそらく怪我は間に合わないな、うん、だそういうこと考えると残念な結果に終わるから、だからそういった意味では
まあ、山岡に勝率ぐらいは取らせてあげたいなっていうふうには思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。